日本埼玉県秩父郡東秩父村、港に港には埼玉県秩父郡東秩父村の大技。郵便番号は355-0376。東秩父村西部に位置する。北で坂本、東で御堂、南で白石、西で、港町三沢と隣接する。月川上流域の山間部にあたる。障子としてみに、日田、山口、森の脇。 大雪、朝根、ね、昭和度、刃像、湯の木が挙げられる。大霧山東側の関係斜面に沿って民家が散在する山村。東部を北流する月川に沿って県道11号線が南北に縦貫する。大霧山を中心として南北に縦走する尾根は村境であると同時にハイキングコースとしても整備されている。 港谷の坂木は高さ約10メートル、幹回り2メートル弱の巨木であり、県天然記念物に指定されている。古くは平安時代に成立した玉川領竹光層に属したとされる。江戸期は秩父軍に属し、はじめは天領だったが、文化9年より一部が旗本、島田氏の治療になる。河栄元年からは旗本、島田氏川越藩の愛 q 村高は、 武蔵伝言坊で79国余り、他に上船約300分。元禄号町では193国余り、天保号町では197国余り。旧高級領取調べ町では、秩父軍代、木村飛騨主支配として150国が、上州前橋半領として47国余りが、計上されている。江戸時代には和紙の原料となる、長川が多く産出された。 月川の河岸にょ川を流れにさらすための著さらし小屋と呼ばれる路舎が立ち並び、村の女性が季節を問わず、足を水につけながら作業を行っていた。港に村は分水嶺の東側にあるが、秩父軍の軍艦に属する外秩父十五家村の一つに数えられている。明治時代に入って1884年4月1日、町村正志向に伴いこの秩父軍皆、 谷村連合湖町役幕一期の四河村は合併して、月川村となり皆谷村は、月川村の大技港谷となった。戦後になり1956年には、月川村が大河原村と合併し、東秩父村を新設、東秩父村の大技となった。1947年のキャサリン台風で被害を受けている。またしばしば霜や氷の害も受けている。 山に囲まれた日陰になる谷間の絵に由来する。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。地内に鉄道は引かれていない。バス路線を使って小川町駅が利用できる。ありがとうございます。